皆さんこんにちは、ふなです。今日はですね、私の本日のベースメイクをやっていきたいと思います。それでは早速行ってみましょう。はい、今日はですね、今からお友達とランチに行くんですけれども、外が大雨なので雨の日のベースメイクということで、なんか名前あったね、雨の日のベースメイクということで、雨の日よりちょっといろいろアイテムを選んでみました。もうすでに日焼け止めは塗ってる状態から始めていきます。まず下地がヘイミッシュのグローベースという SPF50PA3+ のものを使っていきます。私雨の日って割とこうベースメイクがベトつく傾向にありまして、多分湿度がねあるから、その分ちょっとなんか不快感があるんですよ。皮脂とかでペトペトじゃなくて、なんかちょっと湿ってるなっていう不快感があるので、そう、なるべく軽いつけ心地、そしてあまりベトつかない、でも保湿力がね、まあ秋冬なのであるものを選んだ結果、今回こちらを選びました。ではこちらをもう適当パール粒大ぐらいかな、そんなに出さなくてもよかったかもしれないけど、これをもうさささささっと塗っていくわけです。これはまあ名前がグローベースっていうこともあって、すごくツヤ感が綺麗に出るんですよ。で、今から上から重ねるファンデーションが割とセミマットというか、そこまでツヤっぽくないので、まあ雨の日でもここら辺ぐらいのツヤアイテム持ってきていいかなと思ってこちらにしたのもあります。ほら、わかるでしょ、ツヤがすごく綺麗なので、程よいあの保湿力と、まあ、軽いつけ心地があるので、私これ割と好きですよ。スタイルコリアンさんで確か買えると思うので、ぜひぜひ気になる方チェックしてみてください。はい、これで下地が塗り終えました。割とね、こうツヤっぽいのが分かると思うんですけれども、そして次はファンデーションです。イヴ・サンローランのターンアンクルドポーの色は標準色の30番のカラーになります。これに関してはファーストインプレッション出してるので、動画を気になる方はぜひチェックしてください。あのつけ心地がサラッとするの、上からお粉を重ねなくてもいいぐらいサラッとするファンデーションなので、まあこういう雨の日とかぴったりかなと思ってこちらにしました。これを適当に出して、あのいつも手でつけるんですけど、私手でつけるより多分これスポンジの方がもしかしたら綺麗なのかもしれないと思ったので、ちょっと今日は実験的にスポンジでつけてみます。なんか手でつけるとわりかしこうカバー力が出るんですよね。私そこまでカバー力がいらないので、まあそれでもナチュラルなんですけど、そう、スポンジの、あ、やっぱそうだ、スポンジの方が綺麗、ビューティーブレンドの方が綺麗、よりこうナチュラルにフィット感が出るつけ心地。ただやっぱ使用量は多くなります。通常の手でつける量だと全然多分全顔カバーしきれないので、ビューティーブレンダーとはいえね、やっぱ吸ってしまうので、うん、使用量は若干多めになりますが、よりナチュラルの方が好きな方にはこっちの方がいいかもしれない。いやいやいや、うん、素肌感がより生かされるね、綺麗で、こう下地に艶やかなものを持ってきているので、これとこう別のプライマーを使うよりも艶感がこう綺麗に見えるかなと思います。で、軽さもある、でもこうなんだろう、軽すぎずちょうどいい感じの保湿もされていて、うん、悪くない。ではコンシーラーね、コンシーラーは今日はアーバンデケイドネイキッドスキン、ちっちゃいのを使っていきたいと思います。カラーがミディアムライトになりますが、これは好きなのよ、ナチュラルだし目の下もしっかり潤うし、で程よいカバー力もあるので割と好きで、そう使ってますが、これを目の下割と広範囲ですね、今日もにつけていって、それでは私はこの後必ず一回メイクをしてから、最後にお粉をするので、一旦メイクをして戻っていきたいと思います。はい、それではアイメイクをしてきました。早速パウダーをつけていきたいと思うんですけれども、今日はこちらローラメルシエのルースセッティングパウダーのトランスルーセントを使っていきたいと思います。これはね、すごくつけ心地がサラサラしていて気持ちいいの でふんわりした肌に仕上がるので、まあ、雨の日でもちょうどいいかなと思ってこれにしました。で、よく聞かれるブラシなんですけども、これ本当にこれ使うたびにいつもコメントで聞かれるんですけども、
今日は言います。ローラメルシエじゃない。これ、ドゥラメールのブラシになります。ドゥラメールのこのブラシで、割と今日はしっかりめにつけようかな。の方がいい気がする。もうちょっと足します。私、基本的に足すことはないんですけど、パウダーを。雨の日ってね、雨の日ってね。ちょっと怖いので、しっかりめにパウダーをはたいたら、いいかな。よし、これでベースメイクは完成です。あとは、シェーディング、ハイライト、チーク、リップをやったら、で、髪の毛を整えて着替えたら出かけたいと思います。それでは最後までご覧いただきありがとうございました。また次回の更新で会いましょう。バイバイ。